妖怪は日本で伝承される民間信仰において人間の理解を超えるきっかけで異常な現象やあるいはそれらを起こす不可思議な力を持つ非日常的、非科学的な存在のこと。あやかし、またはもののけ、魔物とも呼ばれる。妖怪は日本古来のアニミズムや800万の神の思想と人間の日常生活や自然界の摂理にも深く根ざしており、 その思想が、神羅万象に、神の存在を乱す一方で、否定的に把握された存在や現象は妖怪になり得るという表裏一体の関係がなされてきた。ガマガエル妖怪、才覚と、浮世草主研究第2号特集、海玉母木議、鳴る釜、百吉レ連れ袋、鳥山石玄時代ごとに人間が超自然現象と、感じる事象の範囲は異なるが、 時代を遡れば遡るほどその範囲は広かったと考えられる。古来のアニミズム的な思想において、あらゆる事象に宿るとされていた、霊的存在は、もののけなどとも表現されてきた。霊魂は、それぞれが感情を持つと信じられており、和んでいれば、豊作のような吉次をもたらす、和魂であり、荒れていれば、災害や、薬病のような境事をもたらす、荒まであるとし、 改たまをにきたまに変える手段が、祭祀であり、鎮魂であった。一般的に先祖や偉人、地域によって、時には、自然や、動物も、和魂として、守り神となってもらえるように祭り続ける一方で、その時代では解明できない教事と意風をもたらす、存在も、祭ることで教事をもたらさなくなるよう鎮魂が、試みられてきた。つまり、もともとは、 妖怪的存在とは、あらたまのうち祀られなかった、祀ることに失敗した、もしくは祀り捨てられた存在に求めることができると言える。もっとも、時代の進行に伴い、超自然現象ではなく、合理的に説明できる事象の範囲が著しく、増加していく。同時に、妖怪を盛んに絵巻きや絵として造形化する、ことにより見た目の固定化、キャラクター化が進み、恐れは柔らぎ、 時代の流れとともに、妖怪は、娯楽の対象へと移り変わっていく。娯楽化の傾向は、中世から徐々に見られ始め、江戸時代以降に決定的なものとなる。風俗私学者の江松友は、説話や物語、絵画作品など日本の文献に見られる妖怪と、変化を取り上げ、以下のいくつかの分類を試みて著書である、日本妖怪変化史や、お化けの歴史で紹介をしている。 日本の民族学では、各地に伝承されていた妖怪の最終報告を、出現する場所などで分け、以下のような分類を、総合日本民族語彙の部門別作品などで、示している。山田のおろち、日本略子佐農村、月岡吉都文献や言い伝えとしての妖怪が見える、時代である。古事記、日本書記といった、歴史書や、風土記等における太古からの伝承を説明している。 文の中で、鬼、大蛇や怪奇現象に関する記述がすでに見える。また、平安時代には、日本霊域や、根弱物語集をはじめとして、怪異や妖怪にまつわる説話の登場する説話集も、複数編纂されており、百鬼夜行に関する記述等も見られる。これら文献中の多くの妖怪たちは、後の時代に引き継がれていく。しかしながら、 これらの妖怪的存在がどのような姿をしていたかが言葉で語られてはいるものの、姿形を描いた会話が付されているというわけではない。平安時代後期において地獄造史などの仏教絵画に鬼などの表現が見られるものの、視覚的表現として妖怪が具体的に姿を表すのは中世、鎌倉時代に入って以降である。 ヤマタノオロチのようにもともとは祀られる土地の神で、あったがスサノオに退治され、妖怪に転落した存在や、ヤサブロウという盗賊を退治したところ彼の怨霊が、毒蛇となって、他の水を枯らしたので、祭り上げて、いいのジンとしたとあるように神に転じた存在。カッパやガミのようにある地域では、神として祀られていても、別の地域では、妖怪とされている存在を例に取れるように、 日本人の神に対する価値観の中で妖怪と神の間を行き来している存在が見られる。百鬼役を絵巻作者不詳書物としての妖怪から絵巻物やおとぎ造詞といった絵物語により具体的な姿を持った妖怪たちが続々と登場する時代である。自社演技として制作される絵巻がある一方でおとぎ造詞をはじめ娯楽性の高い絵巻も登場。妖怪は 娯楽の対象になり始めていく。例えば妖怪退治の物語は妖怪に対する人間世界の優位性を強調しているとも言える。このように古代では文章でしか語られてこなかった妖怪は中世においては絵と物語で次々に視覚化されていった。また、おとぎ造史には浦島太郎、一寸法師といった昔話として現代においても馴染み深い物語も見られる。 これら絵巻物や芸能を通じた娯楽の場に描かれる妖怪たちの要素は、主として、公家、寺社などが主体となっていたものであったが、室町、戦国時代を経て仏家から町人にも文化の拡大と共に広まってゆき、江戸時代初期と地続きになっている。新型十六海戦、思いつづら、月岡吉都江戸時代には百物語のような、階段会が流行する中、 語り手がまだ世間には知られない、未知の怪談、妖怪を求めた結果、中国の白話小説を本案したり、本案を他の伝承や物語とミックスしたり、妖怪を創作するという事例も多く見られるようになる。本案された中国の話には、戦闘神話など日本で翻訳済みであった作品もあるが、直接原文から本案されたものも見受けられている。 浮世絵などの画題としても妖怪は描かれ、有名な妖怪を描いた画家に、葛飾北斎、歌川国芳、月岡義都川辺京斎などがいる。また、土佐葉や仮の葉などの画家によって、絵巻物や絵で本として、百鬼や構図などの妖怪絵巻も江戸時代以降、盛んに描かれた。印刷、出版技術の発展とともに、出版文化が発達していき、 草草蔵や特本など創作作品の題材にも妖怪は盛んに用いられた。それらの書籍を扱う貸本屋の普及や利用により、庶民の中で各々の妖怪の様相が固定し、日本全国に広がっていった。例えばカッパに類する妖怪は、江戸時代以前には日本全国に多くの様相や解釈があったが、書籍の出版によって現在にも通ずる。 カッパのイメージが固まっていった。古文献や民間に伝承された妖怪とは別に、ダジャレや言葉遊びなどで、この時代に創作された妖怪も多数存在し、現在で言えば妖怪時点のような位置づけであろう、鳥山石炎、ガト百鬼夜行シリーズや、真っ赤ド・大嘘千回海峡や、神羅万象絵本三回峡に描かれている妖怪は、その一例である。 そうして創作された妖怪の中には笠分けや豆腐小僧などが現在も知られている。江戸時代後期にはカルタ、スゴロク、立番イニシエなど児童向けの玩具に類する出版物の図柄にも妖怪が使われていた。これは前述のごとく、出版文化の発達に伴い妖怪画が浮世絵や半本を通じて人々と身近に接する機会が増え、本来は異不の対象だったであろう。 妖怪が人々にとって、親しみのあるキャラクターとしても捉えられるようになって、いったことが要因の一つなのではないか、と現代の研究では考えられている。これは明治に入って、以後も、メンコやカードなど時代に合わせてその媒体を増やしている。これらの蔓延を死神に例えた、挿絵、ルプティジュルなる明治維新後に急進した、王家政策を受け、 西洋の物語も原書あるいは翻訳を通じて日本でも授業されていった。現在も古典落語として講演される死神に出てくる死神の動作やろうそくを用いた表現などは日本古来のものとみなされることもあるが落語家の三遊亭園長が明治二十年代頃にグリム童話の死神の名付け親あるいはイタリアのオペラクリスピーノと大母などといった。 ヨーロッパの死神の登場する話をもとに本案した新作落語であるとし、このイメージが巷に広まったことが知られている。また、明治41年に、泉京花、戸張区風の二人は、ハウプトマンの儀曲、沈を教約、京化は陳勝に明確な影響を受け儀曲、ヤ社ャガ家を執筆するなど、 このように西洋の物語に登場するイメージなどを日本の妖怪のストーリーなどに本案した作品も明治以降には発生している。古代から現代にかけて様々な形で妖怪は伝承されてはいるが誰もが明確に見ることのできる遺物として残されている情報は数で言えばとても少ない。説話集や絵巻物といった作品にその存在を確認できるのが限界で、 当時一般的に体感された妖怪の伝承内容は随筆や日記などからわずかに知れるに過ぎない。娯楽作品に描かれる妖怪たちと同じように生活に身近な位置にいたと考えられる世間話、迷信や昔話に登場する妖怪たちは現代以降も残存する機会は非常に少なくなっている。マスメディアの普及や家庭や 就業形態の変化による年長者や年配者の口伝いの機会の減少や孤立。民間伝承上の妖怪の背景となっていた事物の現代性を大きく奪っている。人を化かす存在として語られていたタヌキやキツネやイタチやカワウソを過去ほど身近に見かけづらくなったことや農村、山村、漁村の機械化、住宅地化。 あるいは、すずりやかまや、つるべなどといった民具が使わなくなったことなどが、具体例として挙げられる。このような伝承の内容と現代の実情の、乖離している状況は、古典落語に登場する言葉や景観と同じように、民間伝承の妖怪の、生活に身近だったものから、過去のものへの変貌に拍車をかけており、文化全般の継承に関わる問題の一部分でも、ある。一方で、 噂話や世間話などを基盤として口裂け女、トイレの花子さん、鹿島さんなど新たな妖怪も誕生している。これらの新しい妖怪は、学校の階段や都市伝説と称される分野で、多くの話が年々生まれては消え、また伝えられていくうちに様々に変展を続けている。このような新しい民間伝承の妖怪たちは、現代性を持った事物を背景として語られ、 テレビ番組などのマスメディアで取り上げ、一定数受容されている。このように新しく登場してきた妖怪たちも、話が生まれた時代に用いられていた事物や言葉から、現代性が喪失すれば、過去のものとして扱われてしまいかねない。1990年代以後に携帯電話やインターネットなどを用いた話なども見られるが、中にはそれ以前から語られていた話に、 新しい現代的な事物が足されて語られるようになったものもあり、過去の民間伝承の妖怪たちから奪われた現代性を保管する存在であると見ることもできる。しかし、タヌキやキツネが蒸気機関車や電車に化けたりする話が明治時代になって発生したように、新しい民間伝承の妖怪たちを区分する明確な基準は存在していない。都市伝説に見られる妖怪たちを 都市伝説を扱ったマスコミや書籍では、現代妖怪と称している。特に妖怪研究家、山口敏太郎が自著者の中で多用している。妖怪は古典的な演芸や美術あるいは様々な信仰の媒体で描写され、その創作群は広く日本の社会に享受されている。 戦前の紙芝居や昭和40年代まで続いた歌詞本や、また戦後の漫画産業の振興やテレビ放送の普及なども、その認知に寄与している。平成以後は、柳田邦夫の、唐の物語に描かれた岩手県遠野市や、ゲゲゲの北郎で知られる、水木しげるの出身地の鳥取県境港市などでは、妖怪の登場する作品が、地方自治体によって、観光資源や、 地域活性の起爆剤とする事例もある。柳田国を妖怪談義の出版以後、マスメディアで紹介される妖怪には、民間伝承の妖怪も幅広く用いられるようにもなったが、一方で、江戸時代の娯楽作品群同様に、現代にも創作妖怪は生まれ続けている。1960年代以後は、漫画やアニメあるいは映画などで盛んに新しい妖怪が登場。 1970年代には怪奇系児童書の一環として、児童向けに、百科、図鑑、辞典などの定裁で妖怪を紹介する書籍が多く、刊行され始め、21世紀現在も、同種の書籍の出版が継続している。それら書籍中の妖怪には、それまでの民間伝承、怪談、随筆に見られた妖怪と、創作物と思われる妖怪が多く混在している、ことを指摘。 特にがシャドクロ、樹木師などが、その種の現代に新たに創作された妖怪として知られる。近年の妖怪の創作者としては、佐藤雄文らが知られ、妖怪作品を数多く描いている漫画家の水木しげるの妖怪研究関連の著書の中にも、そのような妖怪が明示されない形で掲載されている点が指摘されており、水木自身も漫画、ゲゲゲの鬼太郎を通じて、 約30の妖怪を創作したと述べている。このように古典上の妖怪たちの中に現代の創作物を混ぜてしまうことは伝承をないがしろにしているとして、非難や中傷の槍玉に挙げられることも一部に見られる。しかし前日のように、江戸時代にはすでに鳥山石燕らにより妖怪の創作が多く行われていたため、 古典上の創作が許されて、現代の創作が非難されることを理不尽とする意見も多く、また、こうした書籍類で様々な妖怪を紹介することが、当時の年少の読者たちの情緒や創造性を育んだとする好意的な評価もある。妖怪の他に古文献などではあやかし、怪、妖怪など異体字を含めた表記例も見られる。あやかし、変化、妖怪変化、お化け、 火星、用意、怪異、怪物、鬼、百鬼、地味猛狼、魔、魔物、月物物のけなども同様な意味で使われる。奈良時代など古代の日本では、漢語を通じて得られた知識に従い、妖怪という語は、怪しい奇妙な現象を表していたが、様々な神や伝承や、階段や、宗教や、価値観と結びつき、詳細のわからない現象を、 具体的な形を持った者の,の仕業としたため、怪異を起こす存在を妖怪と呼ぶようになったと考えられる。海外で伝承される魔物、妖精の類も翻訳されることによって妖怪として扱われることがあり、日本で妖怪と称されるカテゴリーへ内包される対象は、妖の東西を問わない。西洋の吸血鬼や狼男や古代中国の三海魚に見られる金獣などを俗に、 西洋妖怪、中国妖怪と総称する例もある。日本の風俗から外れた海外の魔物を妖怪と呼び習わすのは、こうした日本以外の文化が様々な時代に流入し、ある程度の歴史を持っているからである。英語圏などでは区別されることのあるフェアリーとモンスターの区別は日本においては曖昧であり、両者は包括されて取り扱われる。怪物については、 日本の民間信仰で伝承されていないもの、また創作の妖怪で歴史の浅いものや海外の民間伝承に登場するもの、または正体のわからない不気味な生き物としてフィクションの上での宇宙生物や未確認生物を指す傾向もある。中国では妖精や精霊、精界といった子が日本でいうところの妖怪に近い言葉として用いられている。他に見、 あやかしき、妖魔、あやかし霊、あやかし、励むなどの語がある。鬼は、幽霊、霊気という意味で使われており、日本語における鬼のイメージとは、異が見られる。妖精や鬼など、同じ漢字であっても、その意味合いやイメージに異なるものも存在しているのは、他の日本語と中国語の関係と同様である。朝鮮半島では、鬼、鬼神、鬼変、妖怪。 あやかしき、妖物、霊界などの語が文献に見られる。15世紀に書かれた電気小説、金剛神話には中国の説を引いた、妖怪、鬼の解説を説いた場面なども見られ、あやかしを、ものによるもの、身を、ものを惑わすものであるなどと描写している。フェアリー、妖精ヨーロッパのフェアリーは、日本では一般的に妖精と翻訳されることが多いが、 文化人類学などでは、妖怪も妖精も包括されて扱われている。また現在の日本文化としての、妖怪が紹介される際には、モンスター、怪物と翻訳されることも多い。これらの語義の違いは、背景となる自然に対する姿勢や、歴史性はもちろんだが、翻訳とニュアンスに止まるところが多いため翻訳される、語同詞が完全に同義であるとは言えない。もっけの幸いとは、 計らずしてもたらされた幸福のことである。もともとは、もののけの幸いといい、もののけがもたらす幸福を意味した。山卯や鬼や座敷同子が、災いや福をもたらすという、おのの違う物語が伝承されていて、妖怪は、たたりや恐怖だけの存在ではなく、時として幸福を授けてくれる存在であり、前述にもあるように、古神道や神道の神々や、 九十九神も同様に過福をもたらす存在である。これらは自然崇拝に見られる特徴であり、自然の一部である天気や気候においても、適度な晴れや雨は実りや自であるが、過ぎれば、日照りや水害になることと共通する。期待しなかった事柄やものが、幸をもたらす表現として、化けや大化けがあり、お化けの恋やごくの一つであり、期待していなかった。 新人歌手がトップスターになった時などに、この新人歌手は化けたまたは大化けしたというように使われる。大きく成長した動植物にも使用され、お化け大根やお化けヤゴなどと使われる。古神島において、神サビと共に古いことだけでなく、大きなことも尊ばれてきた歴史や価値観があり、身体遺産としての霊法富士や巨木、 巨石信仰の御神木や目音岩などがあり、この大きいお化けということと根底でつながっているとも言える。また、幸をもたらす効果として、より美しくする装いを、化粧というが、妖怪やお化けを表す火星が五元とも言われる。牛の時参り、北斎漫画、葛飾北斎古神島においては、神ナビという神が鎮座する山や森があり、この神奈が岩倉。 岩坂やヒもろぎにつながっていった。これら陳樹の森や、神木や、霊峰や目を岩は神域や神体であるとともに、現世と、城や、床世のは境いと考えられ、間や災いが簡単に往来できない、もしくは人が神隠しに合わないよう結界として、しめ縄や祠が設けられている。大間国や、牛蜜国だけでなく、牛の時参りという呪術があり、 古くは神木に釘を打ち付け、自身が鬼となって恨む相手に復讐するというものである。牛の時に神木に釘を打って、結界を破り、城やから顔をもたらす神を呼び出し、神がかりとなって恨む相手をたたると考えられていた。大間寺、根尺がと俗百鬼、鳥山石燕これらに共通するのは、場の様相が転移する空間や時間を表していて、 夕方や明け方は昼と夜という様相が移り変わる、は境の時刻であり、昼間はどんなにぎやかな場所や明けた場所であっても、深夜には草木も眠るうしみつじと言われるように、一切の活動がなくなり、漆黒の闇とともに時間が止まり、空間が閉ざされたように感じるからである。また、神奈などの自然環境の変化する、はざの場所だけでなく、坂、峠、辻、橋、 集落の境など人の手の加わった土地である、道の状態が変化する場所も、異界との歯境と考えられ、まや災いに見舞われないように、地蔵や道祖神を設けて、結界とした。社会基盤が、もっと整備されると、市外の神社や寺や門などから、伝統的な日本家屋の道と敷地の間の垣根や、屋外にあった便所や、南度や蔵、住居と外部を仕切る雨戸や障子なども、 とこよと現世の歯境と考えられ、妖怪と出会う時間や場所と考えられた。倉橋さんの、九段、天保七年の河原版、犬神、百回図鑑、沢木隆の、天狗と、像、歌川国吉妖怪を、研究対象として取り扱っている学問には、民俗学や文化人類学などがある。また、文学、歴史学、宗教学、芸術学、 演劇などの書領域でも、作品、事例についての研究が重ねられている。民族学では、民間信仰に関する研究において、予兆、近畿、ことわざ、民間療法などと並んで、妖怪は、庶民一般の信仰事象を解明する一事象として、捉えられてきた。自然現象に対する理屈続け、教育的機能など、自然に対する威風や敬意、 価値観などを明らかにするものと言われる。出生順妖怪は芸術、娯楽の分野で作品の題材としても数多く扱われてきた。出生順、その他諸作品の詳細に関してはカテゴリー、妖怪を題材にした作品等を参照。妖怪の学術的考察妖怪の説明や類例著者。ありがとうございます。